レーザーダイオード本体。非常に小さい。赤色レーザーダイオードの発信半導体レーザー半導体レーザーは、半導体の再結合発光を利用したレーザーである。同じものを指すのに、ダイオードレーザーや、レーザーダイオードという名称もよく、用いられ、LD と表記されることも多い。半導体の構成元素によって発信する、中心周波数、つまり、レーザー光の色が決まる。 常温で動作するものの他に、強振機構造や出力電力によっては、冷却が必要なものもある。半導体レーザーの基本的な構造レーザーの発信には反転分布の形成が必要であるが、このための冷気機構としては、基本的には、PN 接合領域の両端から電子と成功を、加え、これらが再結合するときに、光子の形で、 バンドギャップに相当するエネルギーを放出するのを利用する。量シード構造などを用いて、電子と成功を接合部の狭い領域に高密度に注入することで、最初の小規模に放出された光が、次々と誘導放出を招くことで、継続的に発光現象を生じさせ、なだれのように光量が増す効果を利用している。誘導放出によって増幅された光は、強振器構造によって、 発光領域内を幾度も反射させられるため、光は同脏状態で増幅されて定常的に発信し、位相の揃った光である、レーザー光がハーフミラーである端面から放射される。一般的には、強振機を半導体基板と平行に作り込み、液、開けした側面から光が出射する構造である。このような構造の半導体レーザーを一般的に、 単面発光レーザーと呼ぶ。一方、光が半導体基板と垂直に出射する構造のレーザーを面発光レーザーと呼び、中でも共振器を半導体基板と垂直に作り込んだ面発光レーザーは垂直共振器面発光レーザーと呼ばれる。共振器を外部に持つ外部共振器型垂直面発光レーザーも普及しつつある。インコヒーレントな光と コヒーレントな光の違い左、インコヒーレントな光右、コヒーレントな光 LED と LD の比較左、通常の赤外発光 LED 右、赤外発光 LD 一言で言うと、半導体レーザーは、レーザー発信の条件を満たした LED である。両者は、半導体の PN 結合に流れる電流のエネルギーで発光するなど、共通点が多く、 発光用の電源回路などはほとんど同じものが利用できる。ただし、半導体レーザーは活性層構造とへ、機械面というキャビティ構造によって共振器を構成する必要があり、光の放射には LD に特有の性質が伴う。LED の発光は波長や振幅にばらつきがあるが、LD では比較的そのばらつきが少なく、ほとんど揃っていると言える。 例えば赤外線発光 LED と赤外線。発光 LED で比較してみると、ピーク波長に対する相対光出力が50%となる波長の広がりは LED で900から970ナノメートルと70ナノメートル幅であるのに対して LED では807.5から800。また LED の光は波長だけでなく位相も揃っており、このような光はコヒーレント光と呼ばれる。 コヒーレント光はレンズなどで収束させる場合でも色収差が起きないなど光学系の設計が単純なままだか精度に作れる利点がありまたコヒーレント光同士が互いに干渉し合う性質から精密測定分野でも利用される光の出力方向についても LED はある程度の広がりを持って出てくるがまた LD ではレーザー光に特有の性質として 変更も伴う。LED や他の大多数の発光装置では変更を持たない散乱光が生じるが、LED の光は変更を伴って出力される。半導体レーザーは光による共振が生じることで、発光するため、特定の強度以上の電流が流れないと、光出力はほぼゼロである。これは、色位値電流特性と呼ばれ、LED が微小電流でも、 わずかに発光するのに比べて大きく異なっている。また、この式位置近くでの電流の増減では、極めて高い感度で光出力の切り替えが行えるため、ギガヘルツ領域での変調も可能となっている。半導体レーザーのダブルヘテロ構造によるファブリペロー強振機半導体レーザーの構造令上下のヘテロ界面と左右の電解が加わる範囲内で、 誘導放出された光が壁界面で何度も反射されることで共振が起こり、ハーフミラーである一方の端面からコヒーレントな光が放出される。LD は多くの LED と同様にダブルヘテロ構造を備えた光学半導体であるが、LED と異なり LD はえ、機械によって作られた活性層の片側が半反,反射する鏡と全反射する鏡面になっている。 これらの反射面は屈折率の異なる層で構成されており活性層を挟むクラッド層との境界面も同様に屈折率が異なるためにこちらは全反射して光が漏れにくい構造になっている。また、クラッド層の外部にはストライプ状の電極が備わっており電解が加わる領域を細く限定している。ストライプ電極から 5V 程度の電圧が印加される ことで電子がクラッド層を経由して活性層内を流れると途中の原子は冷気され自然放射によって最初の光子が放たれる。光子が周囲に放射されると今度は電界によって活性化されていた原子は誘導放射され入射光と同じ波長同じ位相の光が放たれる。最初の入射光はそのまま通過するので誘導放射の過程でので射光は入射光の2倍になる。 この反応は、連鎖的に行われ光量は、マスが両端部の反射面との間を、幾度も反射を繰り返しながら往復する光だけが、強度を強めるので、やがて同じ波長で、同じ位相を持った光だけが主体となり、共振状態に至る。このような構造による、共振器は、ファブリペロー共振器と呼ばれ、共振を起こす領域は、クラッド層に挟まれた。 薄い活性層とストライプ電極の金棒、そしてえ、機械面の半反,反射鏡の内側に限定される。活性層はナノメートルオーダーで作られるが、ストライプ電極などはマイクロメートルオーダーであるため、光が誘導放射される領域は平たくなっている。光はハーフミラーである一端からで刺さ,されるが、平たい領域から出るえ、機械面からの出射光も楕円形状となる。そして、 デシャの屈折率の違いから光が解説を受けるためすぐに放射光は楕円の向きが90度ねじれる。発光ダイオードと同様に基本的な発光色は半導体内部の電荷が再結合するときのバンドギャップのエネルギー差によってほぼ決定される。光学半導体として良好に機能する元素の組み合わせは限られるために発光色はまばらに存在しており、 いくつかの波長領域は不得意である。赤色や青色の半導体レーザーは量産されているが、黄色や緑色、中赤外線は実用的な発光効率を得るのが困難な傾向にあり、そのような波長ではガスレーザーなど半導体以外の材質が用いられることが多い。それでも新たな技術が開発されることで半導体レーザーの発光色は 広がり発光効率も向上している。詳細は有機半導体レーザーを参照近年では無機半導体と比較して高い分子設計自由度を特徴とする有機半導体の特徴を利用したレーザーの研究が進められ2000年7月にベル研究所で発信に成功したと伝えられたがこれは後に鉄像であると判明したその後も他の研究機関や大学で研究は継続され 徐々に成果が出つつある。ありがとうございます。